駅舎リニューアル前、駅前駅舎内大津港駅は、茨城県北茨城市大津町北町にある、東日本旅客鉄道常磐線の駅である。当駅は、北茨城市北部に位置し、茨城県最北端及び最東端に位置する駅であり、常磐線は、鳥出駅から当駅までが、茨城県に属する。五浦海岸、六角堂、茨城県天津記念五浦美術館等。 市内の主な観光名所は当駅が最寄り駅である。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、京二面三線のホームを有する地上駅になっている。互いのホームは古戦橋で連絡している。JR 東日本ステーションサービスが駅業務を受託する業務委託駅で高萩駅が管理する。自動券売機、簡易追加改札機が設置されている。駅舎は 2013年3月19日にリニューアル工事が完成した。六角堂をイメージしたデザインで木製工誌を設置した重厚感のあるものとなっている。待合室は木目調にして安らげる空間を意図している。国鉄時代から当駅泊まりの下り列車があり、2007年3月17日までは2本あったが、このうち1本が翌18日のダイヤ改正により、 高萩止まりに変更され、水戸始発の一本のみが、南中号駅東駅間への最終列車として運転されている。東駅到着後は、高萩駅まで改装され、翌朝、水戸線関連の運用に入る。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は708人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。注釈出店。 ありがとうございます。